24時間テレビ、避難号合でも、安子は別枠で、王声援飛べの番頭も頼る文春法も聞かない、無敵好み感度。7月16日、お笑いタレント安子、25が、毎年恒例の日本テレビ系、24時間テレビ47、8月31日、9月1日内の企画、全国の児童養護施設に募金マラソン。 で、チャリティーランナーを務めることが正式に発表された。24時間テレビは毎年、チャリティーマラソンが行われていたが、今回は、目的別募金を開設し、安子は、マラソン児童養護施設募金のために走り、全額を全国600所以上の児童養護施設のために使うということだ。以前から、十四時間テレビは批判されがちでしたが、昨年、 寄付金をめぐる不祥事が発覚。今年の24時間テレビは続ける意味あるのかと例年以上に非難豪豪な状況ですよね。ワイドショー関係者。2023年11月に系列局である日本海テレビの経営戦略局の局長、町会解雇済み部が24時間テレビの寄付金や会社の売上を着服していたという騒動があった。 この件は今年6月20日、三浦浅美アナウンサー37が改めて、ジップット、デーデーともに日本テレビ系で説明し、彼女が局を代表して謝罪もしたが、いまだに批判の声は絶えない。一方で、チャリティーマラソンに参加する安子を応援する声は多い。この番組は応援できないけど、安子ちゃんは応援してます。 番組や寄付金については思うところがあるけれど、安子さんが走ること、全力で応援してます。怪我なく無事にゴールに着きますよう寄ってます。はい。走る安子を応援はする。しかし、金に汚い日テレ24時間テレビは応援しない。見ない。と、番組は嫌いだけど安子は応援したいという声が数多く寄せられているのだ。 24時間テレビへの厳しい声はやみませんが、安子さんは完全に別枠で、大声援が送られていますね。その理由は大きく分けて2つ考えられます。1つは、安子さんが今回マラソンに挑む動機も、募金の目的も児童養護施設の支援と、非常に明確に説明していることですよね。全度、これまで非公表だったが、 安子は高校時代に児童養護施設で過ごしていた時期があった。今回のマラソンも自分のそもそも住んでいた児童養護施設に恩返しができたらいいなっていう思いから始まってる。募金、批判されることも注目されてることなので、そこすらも活用させていただいて、自分の思いと養護施設のことをしっかりと伝えていきたいと。 7月16日に行われた政策発表会見で決意を明らかにしている。施設のお世話になったタレントが恩返しとして全国の施設に募金活動をする。例年の人気タレントが福祉、環境、災害の支援活動に分配する寄付金を募るために走るという内容に比べて、走る側の動機と募金の趣旨がしっかり噛み合っていて、 素直に応援したくなる気持ちが芽生えますよね。そして、安子さんに大声援が送られているもう一つの理由はやはり、彼女の圧倒的、無敵と言ってもいいほどの好感度の高さでしょう。文春法を受けてもノーダメージ。好感度を維持し続けているのですから、驚きですよね。前室のワイドショー関係者、安子は自衛隊員の経歴を持つ、 現在も即応予備自衛官が5月29日配信の文春オンラインと5月30日発売の週刊文春文芸春秋に後輩の元自衛官 X 子さん20代による告発記事が掲載された。安子が X 子さんに対して自衛隊辞めてしまえ。と凄むなどパワハラ行為を告発する内容だった。しかし、 自衛隊という特殊な組織、環境だからこそのあるあるだろうと受け取るファンが多く、安子の好感度がダウンしたり、仕事が減るようなことはなかった。もちろん自衛隊といえどもパワハラ行為は決して容認できるものではないですが、新聞やテレビを含めても、調査報道は随一と称される文春法に被弾すると、近親を余儀なくされたり、活動休止に入る芸能人も少なくない中、 安子さんはノーダメージだった。それはやはり、安子さんの人柄が信頼されていて、視聴者からもとても好かれているからでしょうね。全度、安子は今年1月18日から、ぐるぐるナインティナイン日本テレビ系の人気企画、グルメチキンレースごちになります。のレギュラーに抜擢されたり、5月8日に放送された異国の地元飯を調査する、世界長グルメ日本テレビ系。 では南アフリカのセネガルロケで地元民と親睦を深め、別れ際に涙を流す姿が視聴者の胸を打ったり、どんな仕事でも全力で取り組んでいる。芸人としても瞬発力があって返しが面白いし、素朴で一生懸命な姿は見ていて応援したくなってしまいますよね。芸能人が本気で考えた。 ドッキリ GP、富士テレビ系など、ドッキリ企画でも、しょっちゅう餌食になっていますが、いつも全力で仕事に取り組んでいるからこそドッキリに引っかかった際のリアクションもリアルで面白い。だから、起用し続けられているんでしょうね。前室のワイドショー関係者。意外なところでは、滝沢秀明氏、42のエンターテインメント会社、とべ、の番頭三宅県44も、 安子を頼りにしているところがあるという。三宅さんは昨年12月から毎週火曜日、自身の YouTube チャンネル内で、けんちゃんの食卓という番組をやっています。これは過去に三宅さんが出演していた伊藤家の食卓、97年から07年、日本テレビ系のディレクターの協力で生まれた番組ですが、伊藤家を知らない世代代表として起用されているのが安子さん。 三宅さんと日常で役立つ裏技を実演したり、デート企画をするなど、良きパートナーとして大好評なんですよね。全土そんな多忙を極める安子は、スケジュールが埋まってないとストレスに感じる。ということで、月に3日休みがあると、休みすぎですよね。とマネジャーに仕事を要求していることを4月24日放送の。 上田と女が吠える夜、日本テレビ系で明かしている。過去に300連勤していると発言したこともあるし、実際それくらい安子さんは引っ張りだこでしょう。そんな中での24時間テレビでのマラソン。ただでさえ過酷なのに、今年の夏はとんでもない酷暑だと予想されています。無事走り抜けてほしいですね、全道 自動養護施設への恩返しのために今回走る安子。猛烈な逆風が吹く24時間テレビだが別枠の安子が突破口となるだろうか。三宅に肩を抱かれている安子。乙女になってる灰、安子さん顔が真っ赤といった声が多く寄せられているが、これはいわゆる釣りサムネ。実際は三宅に恋したのではなく、滑りをフォローされた場面。 動画8分55秒より。